竹黒一郎は日本の実業家、東京電力副社長を経て国際原子力開発株式会社代表取締役社長。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原発事故において東京電力の代表として官邸にいて連絡役を務めた。この際メルトダウン事故を防ぐために 海水投入を実行した当時の吉田正夫所長に対し、電話で中止するように要請し、お前、うるせえ。官邸が、もうぐじぐじ一点だよなどの発言を行った。原発事故後には、旧経営陣の一人として、業務上過失致死傷罪で告発されたが、東京地検により不起訴とされ、検察審査会が起訴を議決し、強制起訴された。 福島第一原発の事故をめぐり、全国の1万人超が、東電幹部や政府関係者を、業務上過失致死傷などの容疑で、東京地検、福島地検などに告訴、告発し、事件を遺憾された東京地検は2013年9月、全員42人を不起訴処分としたが、10月、告訴団は、不起訴処分を不服として東電元幹部6人を、検察審査会に、 審査申し立てし、2014年7月、東京第5検察審査会は、竹黒一郎元副社長ら3人を、起訴相当と議決し、2015年1月、再捜査した東京地検は、再び不起訴処分とし、7月、検察審査会は再び、3人を起訴すべきだと議決し、2016年2月、検察官役の指定弁護士が3人を、 業務上過失致死傷罪で強制起訴し2019年9月東京地裁は3人全員に無罪判決を言い渡した。ありがとうございます。